タルマヨーガみたいなやつの実践みたいなのって一応レベル2とかでそういう実践をいろいろこうしていく時間にしようと思ってね。でレベル1はあくまでもなんていうのかな、理論編みたいなやつね。ヨガっていうのはこんなだし、ヨガってこういうことをすることで幸せになるんだよってことをまずみんな納得してもらおうと思ってる時間ですから。まあただそっか、今ねせっかくこういう話を聞いたので、じゃあ休みの前にちょっとグループになって、あの皆さんだったらね、今の皆さんだったらね、この親切にするっていうことがさっき言ったさ、その5つの効能があるんだから、親切にするっていうことで自分がどん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 幸せになれたり体が健康になってくるので、じゃあ皆さんだったらね、日常でどんなことできるかなっていうのをグループになってちょっとこう話し合ってほしいんですよね。どう？笑顔で歩きます。笑顔で歩くってもう決めた。いや笑顔で歩くのいいよ。だけど俺あの毎朝散歩するときは本当にもうあのこうスキップするのはちょっと変なので、まあ、こんな感じかな。これでこういう感じだね。いや本当だ。いやしたら、いやもうだから相手も散歩してるともう 100% 俺の方からこんにちはって挨拶するともう笑顔でもうだから会話が始まるんですよね。そしてね、この間初めて女子中学生かな、女子高生かな、20メートルぐらい前にこう出てきて、俺はもうそんな関係ないこうしてるとね、いやその人は最初つまんなそうに歩いてたけど、もうニコって満面の笑顔が出たんだよね。陽気なおっさんみたいな。いや俺じゃないときっとポメラニアンだと思うけどさ。いやだからいやそれはね、今まででなかった、初めてそれだけ20メートルぐらい先の人もこう 笑うんだなっていうのは、やっぱこれは伝染していくんだなと思ってさ、笑顔って。そしてもうあのレジのね、レジで買い物した時は本当にもうね、相手が下向いててもね、こう下からいや本当によ。いやレジで買うときにまずね、お願いしますっつって、そして必ずありがとうございますって、その時に必ず目を見て笑うっていうのを、これはもう親切だと思ってやってるから、もうそうするとね、あの近くのスーパーなんかでさ、毎回あのすごい笑ってくれる人もいるんだけど、もともと笑ってる人もいるのさ。だからそっちの方がみんな気持ちいいから行くんだろうけど、全然だから笑顔がない人のとこ行って俺は訓練してるわけだから無言で教育してくると、こんな親切じゃないこれねえ、こんな親切なことなくない、だってそのお店とその人のためにと思ってさいやしただん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 やっぱりね、笑顔率が上がってくんだよね、うん、やってみんなやっていいよこれあとない、こんなのいいんじゃないみたいな。あゴミ拾いな、思い出しました、あの今日いつも俺来るときにあの 10時過ぎぐらいにはもうこっちの方来てて、でちょっと車の中で少しこう本読んでたりするんだけど、そうすると田之木工事からちょっとね一本ずれたところに、いつもあだからこの通りか、ここのビルの一方通行のところね、そこいつも来るんだけど、そうすると10時過ぎぐらいにあのゴミ拾ってる人いるよね。あ、います。あ、知ってる？あ、知ってる？ああそう、あれずいぶんいっぱいいるよねあれね。あと自転車揃えてるおじさんとか。ああ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 。ねえねえ。あれ完全カルマヨガだよねあれね。すごいなって。あれ誰だか知ってるあれ。ボランティア。いや俺だからすごいボランティアだなと思ってさ、すごいボランティアの人いてさ、すごいなんか何の団体なんだろうなと思って。前にね、後つけたことあるんだよね。マジか。誰なんだろうなと思ってさ。だから判明しなくてさ、あんまり結構遠くまでやってくれるから。だから今日、あの、今まで冬服だったのよ。作業服だったんだけど、今日ね、夏服に変わってたんだ。
うん、今日見てないでしょ、今日夏服だったのさ。そしたらね、ここにロゴマークがあったのさ。やっぱり俺思ってた通りだった、やっぱ JRA の人だった。だから馬券売り場、俺そうじゃないかなと思う。で、なんでかっていうと、あそこあれじゃない、その土日の開催の時にさ、やっぱりその競馬行くような人はさ、ちょっとヨガ的じゃない人たちじゃない。いや俺昔通ってたことあるから、土日出勤してたから俺あそこに。だから分かるけど、やっぱりもう人目を気にせずに吸い殻とかバンバン投げるようなね。だからそういう人たちがあそこにバーッと来るので、そうするとやっぱり、うん、あの申し訳ないなって気持ちきっとあるんじゃないかなと。周りの人に迷惑かけてるし、汚くなってるからということで毎週やってるんじゃないのかなと思ったら、今日やっぱり夏服になったらここに書いてたの、 JRA ってね、うん、結構な人数いるからね、あれね、結構いるんだよね。俺は負けないようにそういうのやったらいいんじゃないかなと思ってさ、ね、ヨガサの制服、そうそう、ヨガサの制服着て、ゴミ拾い、あ、そう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 、あのなんか制服作って ねゴミ拾いって笑顔で愛する、うん、そう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 、ああいうの見てたらやっぱ俺もやってみたくなるなって気になるよね。やっぱ伝染するかなと思ってね、うん、そう、ゴミ拾いとトイレ掃除はね、その自分が幸せになるため あの必須の、うん、日常のあれだからね。ああ、いや、そうだよそうだよそうだよ、来ないと思うんだけど。そうなんだよ。そしたらよくね、高先生がなんかね、必ずゴミを持ってスタジオに来るの、ここに来るときによく来てたの、今まで。なんでゴミ持ってるんですかって言ったら、エレベーターにゴミ、エレベーターにゴミ落ちてんだな、結構な確率で。必ずそのゴミを持ってくるっていうスタジオにね。いや、本当なんかね、ストローだとかさ、なんかおやつ食べた後の袋とかね、そう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 、やっぱりそんなのあったら俺だって心地よくないし、ここに来る人だってそこのエレベーター乗っかってくるからね、心地よくないしさ。それはだからあれだよね、ゴミ拾いみたいな、まあ自分の家の周りとかでも何でもいいんだけどさ、このビルとかでもその外出たとこでもいいんだけど、それは本当にいい小さな親切っていうか、カルマ用はなるよね。まあ、そんな風に日々のことでね、日常の中でできることを積み重ねていくと、ほら、なんかこの間弓矢の話もしたけど、自分の貯金にもなるし、それ以前にだから自分が気持ちよくなるっていうのはすごい大事なことだよね、うん、でそういうことをやっていくと自分のセルフイメージも上がるしだよね。